ミュージックラウンジをご覧の皆さん、こんにちは。ウィンズです。どうも、ヨヘです。ケンタです。リュウチです。この度は僕たちウィンズのですね、31枚目のニューシングル、フライハイがついに2月22日リリースということで、ありがとうございます。ありがとうございます。おかげで31枚目と、そうですね。もう10周年イヤーもね、今年の3月で終わりで。はい、11周年に向けての大事なシングルもね、はいうん、今回このフライハイというシングルで、はい行きたいなと、はい、思います。 すごいこう、まあ、ダンサブルなナンバーで、うんまあ、こうバースでリュウイチ君とロヘ君のラップがあったり、はい、こうサビでこうヒロがあったこうメロディーがあったりと、はいまあ、すごい気持ちいい感じ、そしてこう攻める部分もあって、うん、非常にこう、また新しいウィンズのサウンドを皆さんに、ね、お届けできるんじゃないかなと。かなりアグレッシブなね、はい、作品になってます。思ってます。ぜひ聴いていただきたいんですが、そうですね、やっぱりこうまあ、すごい強い意志を感じる、うん、主人公というか、うんうんそういう、こう歌なので、うん、やっぱりこう何かにこう前向きになりたい時っていう時にこう、うん、この曲は後押ししてくれるんじゃないかなと思いますね。すごい元気の出るね、うん、感じですよね。力が出ますよね。出るですが、ダンスもすごいこう見どころたくさんありますからね。ダンスも本当に何箇所もね、なんかこういい場面があるんでね、あとはこのやっぱこうダンサーメンバーとの、うんまあ、ダンスのこうなんていうのシンクロ率っていうシンクロ率めちゃめちゃ声張りましたけど、はい、今流行りのシンクロ率すごく注目かなと思います、はいまあ、皆さんもこう真似できる部分とかこういろいろあるので、ね、ぜひ踊っていただきたいなと思います、そうですね、2012年の目標は、うんまあ、歌に関してもダンスに関してもですけど、はい、やはりこう基礎のレベルを上げるというものはね、うん非常に大事だと思います、はいうん、そのこう基礎を上げつつ、まあ、自分の幅をもっと ね、 そうですねここやっぱこう幅が広がるとね、はい、やっぱこういろんな表現のパターンも増えてきますから、うん、本当に大切ですよね、うん、やっぱこう僕らはねライブをすごく力入れてメインにね、はい、こう活動してる部分でもあるのでね、そういうライブでね僕たちのパフォーマンスを発揮したいですね。そして今回はですね、このリリースに合わせて、イベントを全国各地でお伺いしたいなと思っております、はい、ぜひ皆さん来ていただきたいので、詳しくはオフィシャルホームページの方をチェックしていただけると嬉しいです。待ってます。以上、ウィンズでした。